茶船曲げ分け先を茶筅のように仕立てた男性の髪型の一つ。安土桃山時代の前後に男性の間で流行したものと、江戸時代の夫人が行ったものの二つがある。安土桃山時代の若者に流行した曲げ。室町時代末期から現れ始め、江戸時代初期には見られなくなった。青少年に行われる曲げなので前髪は残して、逆焼きは反らない過酷狭く、 後頭部の紙を取って、平打ち紐などで巻き立てて、毛先を散らす。時代が新しくなると酒焼きも広く取るようになる。派手好きの若殿などは、巻き立てをかなり大きく言う者がいたらしい。織田信長の若い頃の異様な風体には、氷側の半ばかまや、猿回しのような縄の帯などに加えて、萌え木の平打ち紐で、高々と巻き立てた茶船曲げが数えられている。 このような姿をする若者たちは自らを傾き者と称して衣装や振る舞いの奇抜さを競った。派手な髪型もその一つであったが、江戸幕府が開かれて世の中が安定期を迎えるにつれ、傾き者たちも彼らの奇抜な衣装や髪型も廃れていった。江戸時代の曲げ。主に大名、武家の未亡人の髪型。 定女二夫に見えずという低層観念の現れとして、新しい夫のために髪を言うことがないという決意を、曲げの先を断ち切って表現したものである。町人階級には登場しなかった。ありがとうございます。